さあ、ということで、みんなリコリスリコイルは堪能してるか。そんな私は、タキナが大好きな、天才美少女大魔導士、マリサちゃんと、人生は楽しく自由にぐうたらと、いつもニコニコ楽しそうな千里が大好きな、いっつも可愛いキャッパいい、霊夢ちゃんの、作品紹介コーナー。霊夢言っとくが千里ちゃんはぐうたらではないぞ。いやそれはわかってるんだけど、あの自由な感じがいいのよ。それでいてさ、あえて嬉しいって本気で言っちゃうところとか、まあ魅力あふれる子だよな。でもタキナちゃんも可愛いぜ。ああマリサああいうの好きだろうね。努力家なところとか、少しずつ無駄の大切さを学ぶところとか、そんで不意に笑顔を見せるところとかな。まあ本当はもっと語りたいけど長くなっちゃうんで、ここらで今回のテーマの発表といきましょうか。そうだな。そして今回はそんな前置きとは全く関係なく、今から遡ること41年前に制作された作品で、複雑な社会構造を背景とした、重厚な政治ドラマや、戦略的駆け引きを前面に押し出し、当時の常識の度肝を抜いた、異色作にして名作の呼び声高い、太陽の牙、ラブラム第1弾だ。第1弾って第2弾もやるの？ああなんたってこの作品は全75話構成の上、登場人物も多く、そのほとんどが物語に深く関わってくるからな。その魅力を少しでも多く伝えるため、全4回でお送りする予定だぜ。マリサそんなこと言って大丈夫？なんでだ。ここのチャンネルって、これだけ途中で手ぶってるものあるんだよ。まあ。まあ順番にやっていこうな。とりあえず本編スタートだ。あいあいさー。リコリコ面白いよね。やっぱ女は強くないとな。マリサの場合物理的なんだよなぁ。なんか言ったか。さあここからが本編だ。みんな見てる？太陽の牙、ラブラム。こいつは昭和56年から昭和58年にかけて全75話が制作された作品で、原作、監督に高橋良介さん、共同監督に銀座漂流バイファムの監督も務め、高橋監督とも親交の深かった神田武幸さん、キャラクターデザインに、高橋作品にはなくてはならない、塩山のりおさん、吉川壮司さん、そして脚本に機動戦士ガンダム、屈指の名話としても語られる、第27話女スパイ潜入を描き上げた名手、星山博之さんなど、現在ではもはやレジェンド級の方々が集結して、完成させた作品なんだ。脚本の星山さんは、その構成力などの信頼が絶大な方で、富野監督がターン A ガンダムを作る際、最初にコンタクトを取った方としても有名なんだ。まあ脚本っていうのは、その作品の骨格みたいなもんだしな。そして次にこの作品の誕生経緯と特徴なんだが、このダブラムは現在でこそ、ガンダム、イデオンと続く、サンライズリアルロボット、第3弾と言われてはいるが、実は企画の段階では全くの別物だったんだ。あらそうなの？まあこれはこの作品に限った話ではないが、この当時世間は空前のガンダムブームで、関連商品は飛ぶように売れていた時代。これに注目したサンライズ企画室は、叩き台として、足軽の少年が大将に出世する、SF 戦国時代を舞台とした、スペースバッファローと名付けられた企画書を宝に提出。これは見事通りサンライズは予算を獲得するんだ。じゃあこれって最初は豊臣秀吉の出世物語みたいな感じだったの？あー付け加えるとこの時すでにダブラムのデザインは完成していて、高橋監督はデザインについては口を出してはいないらしいな。あ、そうなんだ。そして予算を獲得したはいいが、当時サンライズはガンダムの大ヒットで、一躍人気スタジオとなり、週5作品を抱える超多忙状態。そんな会社に人の余裕はなく、サンライズは考えた結果、当時アニメーション業界を離れていた、高橋監督に目をつけ、監督就任を打診。しかし当初高橋監督は、ロボットアニメ未経験ということでこれを断ったが、それを聞いたサンライズ企画室のお偉いさんが、まあ企画は通っちゃったし、ロボットさえ売ってくれればあと何してもいいから、原作も君でいいから、ね。いやでも自信ないっす。仲の良い神田くんもつけるし。お前昔散々面倒見ただろ、恩返しせいや、こっちは人が足らんのや。やってくれるよね。ガンダムにて感動しました。頑張ります。という感じで高橋監督を口説き落とし制作はスタートするんだ。これ脅迫じゃね。まあ声かけたのも高橋さんの先輩らしいし、ご本人ももともと体育会系で上下関係が叩き込まれてるから、いい具合の言い回しで火がついたんだろ。そうして制作はスタートするんだが、この高橋良介さんと神田さん、そして星山さんという、夫人は後の業界に大きな影響を与える異色作を生み出す原動力になるんだ。お、それは、まずはその独特な世界観。この作品は先でも言ったがもともと戦国プラス SF という世界観だったんだが、原作を自由にしていいと言われた高橋監督の手により、60年代の学生運動やベトナム戦争、キューバ革命やらのあれこれが盛り込まれ、現実にあり得る世界観に魔改造され、メカの演出も宇宙船のような SF 的な演出を排除し、運搬や補給といった現実に即した演出が多用され、
そして何より物語の軸を主人公の活躍ではなく、政治の中枢にいる大人たちに置くことで、非常にリアルな作品として成立しているな。でもよくこんな政治賞が受けたよね。まあ初期の頃は、この独特な世界観がなかなか受け入れられず、視聴率の低迷や、雑誌からの攻撃などもあったみたいだが、その無骨なデザインが子供に大受けし、関連商品が売れまくったのと、政治ドラマと独立運動というテーマが、大きな少年たちのハートをがっちり掴んだことで、ダブラム人気は高まり、気づけば全75話というサンライズオリジナル作品としては、最長の作品になっていくんだ。そしてそんな熱い時代の幕開けは、22世紀を迎えた地球と224光年離れた、スタフェラス20太陽系にある、植民地第5惑星デロイアを舞台に始まる、地球を統一した人類が、恒星間航行、人型機動兵器などの実用化された新技術を使い、初の植民地運営を始めて150年、地球の行う不平等な統治政策によって、産出される多くの資源を搾取され続けた、デロイアでは不満を募らせた多くの人々が、独立運動を繰り広げていたんだ。そんな不安定な植民地デロイアで、突如開かれることになった地球評議会。この決定と時同じく鳴り響いた号砲が合図となり、デロイアは植民後初となる、熱く激しい時代に突入していくことになるんだ。そしてそんな熱く激しい時代を駆け抜けた、強情な騎兵たちこそ、今回解説のコンバットアーマーなんだ。今回はダグラムでないからねー。今回は最初に少し、コンバットアーマーの成り立ちを解説するぜ。あいあいさー。そもそもこのコンバットアーマー開発が本格化した最大の理由はデロイア製にあり、コンバットアーマーが有する多くの特徴も、そのデロイア製の特殊環境に由来するんだ。その特殊環境とは？それは大きく2つあり、まず1つは、このデロイア製は二重太陽系でありこれによる、電離層の乱れから光線電波の届く距離に限りがあるのと、不定期に現れる、X ネブラと呼ばれる未観測要素の多い、帯電性ガス星雲の影響により、コンピューターの性能が極度に低下してしまう現象が起こるんだ。え、ならどうやって電話とかするの？有線？まあさすがに糸電話とかはないが、中継ゾンデと呼ばれる中継機を介したり、電書バトを使ったりと、涙ぐましい努力が必要になるな。めっちゃ不便じゃん。さらにこれに加え X ネブラの影響もあり、このデロイア製では長距離精密誘導弾などの、近代兵器が使用できないため、駐留する地球連邦軍第8軍の兵器体系は、有視界戦闘を前提とした構成がされているんだ。これらの条件に加え、不整地、砂漠、森林地帯、果ては治安出動にも、対応するため地球連邦が、生み出した兵器こそがコンバットアーマーなんだ。漂うブラック臭。そしてそんなブラックな職場環境にも、頼るコンバットアーマーの始祖が、アビテイト F44A、クラブガンナーだ。私こいつ好きなんだよね。分類、第一世代型コンバットアーマー、製造、アビテイト社。こいつは既存戦車の履帯を、四脚式歩行システムに変更した初期型コンバットアーマーで、完成度は低いが、コンバットアーマーへの転換を急ぐ連邦軍の内部事情と、運用面での転換の簡易性から導入が決定された機体だな。え、こいつ運用が簡単なの？アーチ本は戦車に足をつけただけで、操縦方法も従来の戦車と大差がなく、扱いやすく、運用も従来のノウハウが使用できたため、独立運動期間中、両陣営で広く使用されたんだ。相性は全世界共通で4本足です。作品の最初期では分厚い装甲で、チェーンガンの攻撃を跳ね返したり、その強力な手法で当時最新鋭機であった、ラウンドフェイサーを苦しめたりと活躍も多かったが、底面部の弱点や二足歩行が主流になるにつれ、徐々に第一線を退いていったな。ただリニアカノンの搭載や、パトリオット、ボーンフィッシュでの空中輸送、派生機の開発など、後のコンバットアーマー開発の基礎を築いた名機でもあったんだ。でも構造上転んだら自分じゃ立ち上がれないんだけどね。そして次がこのクラブガンナーの経験をもとに開発され、コンバットアーマー開発史に多大な足跡を残すことになる。第二世代型の傑作機、ラウンドフェイサー。実はこいつの前に、ニコライフっていうのもありました。分類、第二世代コンバットアーマー、名称、ラウンドフェイサー。こいつはメドール州の兵器メーカーである、ソルテック社が開発し、連邦軍に量産、正式採用された。初の二足歩行型コンバットアーマーで、物語の開始とともにロールアウトした最新鋭機なんだ。型式 H8。全高 10.02m、空居重量 20.965トン、ジェネレーターにロールスロイス射程 N8E 型を採用し、最高走行速度 45km、作戦行動時間324分と、非常に高いトータルバランスを実現しているんだ。えらい褒めるよね。アー後発のコンバットアーマーはすべて、こいつを意識して設計されていると言っても過言ではないからな。要は雑用係がこいつ好きなんだよね。名前の由来は、ヘリコプターのそれを踏襲し視界を向上させるための、球面型頭部キャノピーからで、この部分は短座式のコクピットになっていて、起動に必要な ID カード挿入口や、マルチモニターなどが装備され、操作に必要なものが全て揃っているな。
また先に紹介したクラブガンナーと、操作方法が酷似しているため、ある程度の操作方法を知っていれば、ぶっつけ本番でも素人が乗れたりするんだ。第2話じゃいきなり、反体制派に奪われてたもんね。また多脚型の弱点であった、機体底面部の装甲が強化され、歩兵用重火器では容易には破れないように改善されているな。まあそれさえも破壊する、チコっていうチート野郎がいるんだけどね。武器はハンドリニアガンをはじめ、マグランチャー、旧連装ミサイルポット、チェーンガンなどの中距離戦を意識した多彩な武器を使い、白兵戦用の武器は装備してないが、ある程度の格闘戦にも対応できたりするぜ。そういやーなんでこいつ白兵戦用の武器装備してないの？それはこいつが開発された段階で、大コンバットアーマー戦というものが、想定されていなかったからだ。ダグラムの登場を予期してなかったってこと？アートで詳しく話すが、デロイア製は先で触れた理由と、統治政策の影響で、科学技術の発展が地球に比べ遅れていて、独自にコンバットアーマーを開発するのは不可能だったんだ。え、でもダグラムあるじゃん。まあそこは次第に分かってくると思うぜ。他にこの機体には、輸送の効率化を目的とした、分解機構の採用や専用整備台、緊急展開用輸送トレーラー、特殊作戦用のハンググライダーなど多彩な装備が同時開発され、そこにその素性の良さも合わさり、独立運動前期間中を通して、陸戦戦力の中核をなす存在になっていくんだ。なんか話聞いてたら弱点とかないっぽいよね。いやそんなこともなくて、キャノピー部分や、主装甲以外は弱い部分も多く、防水加工も不十分で水に浸かったらショートするなど、改良の余地も多くある機体だな。まあそんな欠陥もあるが、最も普及したコンバットアーマーであることに変わりはなく、ザルツェフ少佐の魔改造モデルや、X ネブラ対応のコーチマスペシャルなどの、派生機も多彩で、後継機であるビッグフットや、同社の後発機にあたる、ブッシュマンやマッケレンの開発思想に影響を与えるなど、この機体が後の世に与えた影響は非常に大きかったんだ。まあザルツェフ3装甲という名の吹き剥ぎ取ってたから、魔改造っちゃ魔改造よね。その言い方だったらなんか、ザルツェフさんの趣味が疑われそうだがな。そしてこんな機体が活躍する太陽の牙ダグラムの物語は、人類がワームホール先にある星を、デロイアと名付け、植民制として運営を始めてから1世紀半が経過した、SC152 年のデロイアを舞台にその幕を開ける。その時代地球は消費する食料資源の 40%、鉱物資源に至っては 80% を、植民制に依存するようになっていて、まさにデロイアは地球の生命線と言える状態だったんだ。それゆえ長くデロイアでは自治権が認められず、駐屯する地球軍第8軍から行政官が、選出され統治に当たるという体制であり、経済面においても主要産業は地球資本が独占し、デロイア人がその恩恵に預かれることは皆無に等しい状態であった。しかしそんな中成長を続けた民族資本と、デロイアで生を受けた次世代の若者を中心に、ナショナリズムが台頭していき、それは独立運動という形で表面化し、デロイアの政情は非常に不安定な状態に陥っていたんだ。そんなデロイアに2つの大きな事件が起こる。それは連邦政府の最高意思決定機関である、連邦評議会をデロイアの首都、カーディナル市で開催するということ。そしてもう一つは独立派と目されていた、地球連邦軍第8軍、司令団ロック中将の排除事件。一見無関係に思われていた、この2つの出来事はある1つの事件をきっかけに結びつく。その事件とは、それこそが物語の幕開けとも言われる、議事堂襲撃事件。この時デロイアの首都、カーディナル市で開催されていた地球評議会に、フォン・シュタイン率いる部隊が急襲。彼らはデロイア独立正規軍を名乗り、ドナン・カシムラ要人の身柄を拘束の上、地球連邦政府に対し、デロイア独立を宣言するんだ。デロイア独立しちゃうの？いやこの事件は一報を聞きつけ駆けつけた、ドナンの息子、クリン・カシムをはじめ、素早く展開した地球軍の精鋭部隊が議事堂に突入することで、収束の兆しを見せるんだが、彼らがそこで目にしたのは、想像を超えた光景だった。それは何ぞや？それは肩を並べて座る、フォンシュタインとドナン、カシムの姿。そして拘束された独立支持派の代議員たち。どういう状況？実はこれらは全てドナンが独立派をおびき寄せて、殲滅しデロイア独立を潰すために仕組んだ自作自演の茶番で、独立宣言を行ったフォンシュタイン大佐もグルだったんだ。こうしてデロイアにおける権力を掌握したドナンは、独立容認派の代議員を投獄し、デロイア自治州の成立と、そこの代弁者として、フォンシュタイン大佐を当てるという人事を発表し、デロイアは形式上は植民制からの脱却に成功したんだ。しかしこれは誰から見ても、ドナン、カシムの傀儡政権に過ぎないことが明白な上、代表のフォンシュタインの求心力の低下や、後に行ったゲリラ狩りや密告の奨励などの政策が、大きな批判を浴び、結果として独立運動を激化させることになってしまうんだ。ちょいと素朴なこと聞いていい？なんだ？これさ要は権力者である自分をおとりにして、独立派を誘い出したわけよね。まあそういうことだな。もし私がドナンならそんな危ないことせず、
さっさと独立認めちゃって、後で協定や条約なんかで解決するけどね。なんか今日の霊夢は頭が良さそうな発言するな。まあそう台本に書いてあるから、それをバラすんじゃねえよ。それでまあ台本通りとはいえ、今の霊夢の意見なんだが、それはこの時の情勢下では不可能だろうな。なんで？それはこのドナンの二つのセリフから推察できるぜ。まず一つ目の、感情がしばしば歴史を動かす。これは当時デロイアを覆っていた、地球に対する感情を表していて、この時のデロイアは地球に対し、長年の不平等な統治政策により、大きな不満が渦巻いていたんだ。仮にこのまま独立を認めた場合、そこに樹立される新政府は、地球に対し、どんな対応をすると思う？しかも自身は地球の生命線である食料と鉱物を握ってる状態でだ。まあ私なら食料と鉱物を物敷きにして結構無茶言うかもね。そう仮にそれらの無茶な要求が受け入れられず、これらの供給を停止されたら、地球の経済は機能不全に陥り、食料の奪い合いが始まるのは目に見えているだろう。このように怒りや不満を出発点とした状態での講話は、多大な犠牲を出しようやく統一した地球を再び分断の危機に、陥らせる可能性があるため、それらを防ぐためにも一旦、自身の管理下で、ガス抜きをする必要があったんだ。要は許された暴力ってことね。それじゃあもう一つの、一人じゃできない喧嘩も二人ならできるっていうのは、これには可能性が二つあって、まず一つはこのデロイアの周辺には、開発可能な惑星が複数個存在していて、仮にデロイアが独立し、そこの開発を通して、その星々に大きな影響力を持った場合、それが地球にとって大きな脅威になるということと、実は連邦政府を構成する7つの州の中には、デロイア製に大きな利権を持つ州が複数いて、それらの州の中には昨今の情勢から、自身の利権が脅かされないのを条件に、独立を容認する動きがあり、これらを牽制するためにもドナン、カシムは独立を、認めるわけにはいかなかったんだ。それで自治州とそこのトップに、自身の制御下における人間を選んだと。ああしかもフォンシュタイン大佐、自体もデロイア出身だから、民衆の目をそらすのに格好の人選だったんだろうな。でもそれって全部地球側の都合じゃん。そうだが、それじゃあやっぱデロイア人は受け入れられないと思うし、政治家としてはどうなのかなと思うよ。それは悪いがただの理想だ。なら仮にデロイア独立を認めて、先に言った資源停止が現実になった場合、地球は間違いなく混乱するだろう。そうなるのを黙って見てるのが正しい政治家か。デロイアの要望や自身の利権を守るため、地球100億の民が犠牲になることが正しいことか。それは、ダグラムっていうのは基本はそういう話なんだ。誰かの主張を認めれば、誰かが犠牲になる。万人が幸せになる政策は存在しない。そして不利益を被る者は敵の敵を探し出し結託する。作品を通してみればわかるが、このドナン、カシムという人物は、非常に優秀な政治家で、彼は長い政治家人生を経てそれが骨身に染みているんだ。そんな彼はそれらの経験を通していた政治信条である。政治というものは、最大多数の繁栄を実現するために行うもの、という信念のもと、地球100億の人間を救うため、心を鬼にして、その道を選んで実行したんだ。もちろんそれはデロイア人が犠牲になることもわかっていた。自身が憎悪の対象となることも、結果を知り己が知らない未来で、歴史家と名乗る者たちから嘲笑される可能性があることも。それでも地球連邦評議会議長、ドナン、カシムは、地球を守らなくちゃいけなかったんだ。その先にどんな結末が待とうとも。でもなんかねえ。まあ今回は地球視点での解説だったから、次回はついにダグラムと革命派指導者である、サマリン博士が登場するから、革命派の人は楽しみにしててくれよな。そんでここらで切りもいいんで今回の動画は締めるぜ。なんか中途半端じゃない？本編で言ったらまだ6話目くらいだし。霊夢がそんな仕事熱心とはな、ならこの勢いで40分超えまで行くか。それじゃあエンディングオープンと BGM 変更だね。まあ素直なことはいいことだ。さて皆様今回の動画なんだが、今回は主に地球側の事情と視点を中心に作ってみたんだが、見ててどうだったかな？本当ならクリンの活躍を紹介した方が、動画としては盛り上がるんだろうけど、どうしても、地球、独立派双方の事情や視点を紹介したくて、今回のような構成にさせてもらったぜ。2回目は独立派、3回目は父と子、そして最後の4回目で、デスタン対カルメルって構成で考えてるから楽しみにしててね。いやデスタンじゃなくてラコックだろう。あ、そっか。まあ予定では年内に終わればいいなーって思ってるよ。終わらないに一票。そしてこんな立てた予定を守れなさそうなチャンネルでも、まあたまには見てやってもいいかと思ってしまった。心の疲労多い。あなた、そうあなた。試しにこのボタンを押してみようぜ。押してくれた人には抽選で、太陽の牙と行くデロイア独立戦線ツアーをプレゼントしちゃうぞ。まだワームホール広報さえ確立してないだろ。それじゃあみんな、また次回。ねえねえマリサ今度さコスプレしない。なんだヤブから棒に。
いやこの前からさ、その着せ替え人形は恋をするにハマっちゃってさ、コスプレしたくなっちゃったのよ。なんだまたアニメの影響か。まあ別にいいが、どの作品をやりたいんだ。東方プロジェクトの白霊霊夢と霧雨マリサとかどう？それ私ら本人だよね。